馬車の時代からだよ。自分で帰るんだよな、うん、自分家は。でも馬に蹴飛ばされて死んじゃったけど、自分の馬に蹴飛ばされて酔っ払ってたから人なんかしたんだろ、うん、馬がびっくりすること、うん、ただね、うん、酔っ払ってるから、うん、いつもそうやってからそうやって帰ってたんだ、うん、だから馬がびっくりするようなことをなんか酔っ払ってから自分で気がつかないでやったんでしょ、うん、だから馬に蹴飛ばされて、うん、死んじゃったけど自分の馬に。それはそれでしょ、普通は蹴飛ばさないだろう、自分の馬だから、うん、蹴飛ばない。酔っ払ったらいい感じをしてた。馬は自分の飼い主は分かるもんちゃんと、だから酔っ払ってね、いい気持ちでもしてるんだからいいよな、うん、だからまあそりゃそうだよ、うん、何も知らないで死んじゃったんだから、うん、それはいいんだけど、うん、今見てね、救急車なんてないもん、うん、これでもさ、あ、今で言えば酔っ払うんじゃんね。ただ自動車じゃねえから酔っ払うんじゃ捕まんねえだけ、うん、
小学校入る前からぐらい、もうでもこっくり上がったような気もしないでもないんですよね。まだ出た時はちょっと、はい、何なんだ、いわゆるこれいきなり現役のまま、今はこれ田んぼがこれ稲じゃねえのか、うん、そういうお店、うん、いいしゃやけに今頃の時期じゃ もっと穂がさなってくるなってくるのに、うん、キングサカナガかんじゃね、だって千葉はもう、ね、収穫だもんね、ねえ、うん、もう終わってっか、もう終わってんじゃね、うん、東金あたりじゃ、うん、特にあの房総の方は、うん、もう刈り取り終わってっか、刈り取り終わってんでしょ、うん、お盆前に終わってんじゃないのか、うん、これは米だね、まだ穂が出てるけどまだちっちゃい、お盆と収穫が重なっちゃうから早くしたんだもんね、うん、急盆前にやっちゃうんだもん、うん、いやね、俺もバタフタだな、こんだけ溜まってるから、うん、感じるな、うん、こっちだって2台なんですよ、うん、こっちだって2台なんですよ、ねえ、うん、ちょっと、一人しかいないの、これ2台だ、一人しかいないの2台、そうそう、マスコいいか、マスコいいだろ、6月29日、甲子園で開催された阪神対巨人戦伝統の一戦、非常に、この日、試合の前にある出来事がきっかけ